降らないよ。さあみんないい？出発だ。この森初めて来たよ。お化けがいたりして宝物があるかも。バスター待って、迷子になっちゃう。リグレー大丈夫、僕はバスなんだから迷子にはならない。みんなこの森早く出たい。アッシュ大丈夫。あっ、うん、大丈夫。僕の計算によると嵐になる確率は、すごく大きな音、もう嫌だよ。いやー、雷ってすごく危ないんだよ。僕たちに落ちてくるかも。どうしよう。みんな大丈夫。うわ、大丈夫じゃないよ、こんな雨だし。じゃあすぐ家に帰ろう。僕についてきて。こっち。うわ、すごい稲妻だ。見とれないでよ。山のてっぺんで見るのが一番綺麗みたい。地図確認、近道があるぞ。こっちだ、ついてきて。あー、こっちじゃなくていいのかな。絶対流れ星には間に合うよ、任せて。嫌な予感がするな。ウッフー、誰も私を止められない。別の道に来ちゃったんだよ。これじゃ流れ星が見られない。流れ星は見られるよ、ここから出られるもん。どうやって？いいアイデアがある。無理無理、誰にも聞こえっこない。はあ、僕の計算だと間違いなく流れ星は見られない。待って、これだよ。
くれ。泥に水をかけたらどうなる？わかんない。ドロドロになるんじゃない？その通り。じゃあドロドロになったら泥が流れ出す。よし、じゃあ早速やってみよう。アシュ水だ。いい感じ気をつけて、崖だよ。あこれ崖じゃないよ、ジャンプ台だ。ついてきて。マスター、それ本気で言ってる？信じてディクレ、今回は失敗しないから。すっごい近道だったね。お、見て。おこの場所最高だね。流れ星ちゃんと見えた。ごめんよディグレ、君の言う通りだ。次は近道なんかしない、多分ね。大きくて鋭い牙、そして恐ろしいうなり声、ガー！それってモンスター？あの森の。大丈夫さアッシュ、モンスターなんていないよ。本当にいないと思ってる？それとも怖いから？あ、怖くなんかない。怖いよ。本当にいるかどうか確かめてみよう、探偵みたいにさ。じゃあみんな行くよ。あ、そうだね、これってついていこう。これで誰も森の中には入らないはずだ。これを見落とすなんてありえない。こりゃ一体全体どういうことだ。こんにちは。あ、モンスターさん、いますか？僕らはモンスター探偵、本当にいるんですか？うわ、バンディットも怖いの？あ、怖くなんかない。みんな、地図がうまく見られない。あのちっこい車たちを見つけたら早いとこ。うわぁ、何だろう。きっとただの風さ、怖がるのやめようよ。うわぁ、あれモンスターだ。本当にいた。早く逃げろ。バンディット待って、危ない。モンスター、助けて、動けない。モンスター探偵、あなたなんて怖くないですよ。僕は怖いんです。だからどっか違うところに行って。え？あ、モンスターの正体はダブルさんだったんだ。何がそんなにおかしい。迷子になった。なんとかして元の道に戻らなくては。タイヤの跡をたどればいい。ねえバスター、ありがとう。本当、君に助けてもらっちゃった。いいんだよバンディット、バスは仲間を置き去りにはしない。それにモンスターなんかいないって分かっただろう。これで任務完了だ。もちろんモンスターなんかいるわけがないだろうが。宇宙、これは我々が住む太陽系。宇宙ってすごいよね。宇宙人を買っちゃった。これは水星です。オレンジ色だね。海王星は青、そして土星は黄色い星で輪があります。そしてこれが火星だよ。赤い星です。地球のご近所さんですね。火星に行ってみたい。
いいねバスター、惑星に行くのか。火星に初めてタイヤの跡をつけるバスになれる。気をつけて、小惑星だよ。宇宙は楽しいね。行けたらいいのにな。僕はスーパーバスター、ロケットみたいに宇宙を飛んじゃう。そしてスピーディースタート、ビューンって飛ぶ姿はまるで車だよ。それじゃあ宇宙を探検しよう。ブリンブルーブルーバトップ。こんにちは宇宙人さん。プリプリプリパプル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 ピッポー。そっか、それはとっても悲しいね。待って、なんて言ってるかわかるの？わかるよ、迷子になっちゃったんだって。だから帰り道を一緒に探そうよ、火星への。赤い星だね。そうだよスカウト、出発。ここじゃない、青い星は海王星だ。ブリーブルー、今のは宇宙人語で海王星だよ。僕が宇宙人ならここに住みたい。ここ土星だね。ブルブル、そう土星だよ。気をつけてスカウト、小惑星がある。しっかり捕まって、揺れるからね。パワーショベル博士だよ、優秀な頭脳で掘りまくるんだ。おお、ああ僕も飛べたらな。でも高いところ苦手なんだ。こっちに来て、パワーショベル博士に考えがあるんだ。ほら見て、僕の最高傑作、パワーショベル博士のターボフライヤー。ああ、ディクレ？パワーショベル博士だって。ごめん、じゃあパワーショベル博士、あ、これってトレーラー？絶対飛ばない、何百年待ったところで飛びっこないやつだよ。でもこれはただのトレーラーじゃない、巨大な風船でちゃんと飛べるんだ。うわー、バンディット！うわー、この風船すごいな、水を入れて空飛ぶプールにしようよ。触っちゃダメ、これ飛ばすんだから。あーうわー、すごく高い。でも僕はスーパーバスター、スーパーバスターは高いとこも平気なんだよ。下ろしてくれ、高いところ苦手なんだ、バスター助けて。どうやって降りるの？あー考えてなかった。あー何か考えなきゃね。でも下を見ちゃダメだ。下見ない、下見ない、下見ない、下見ない。あー見ちゃったよ。僕の計算だとこのままじゃ宇宙まで飛んでってしまう。すればなんとかなるって。あは、バスター取って。おう、あは、あはバンディット、風船割って。無理、怖い、動けないよ。君は勇敢だろバンディット、できるってば。僕らはできる。Ah!
これ、楽しかった。怖かったけど、すごかったよね。それに分かった。バスだって飛べるんだ。はい、そこまで。みんなの研究発表を見るのがとても楽しみです。まず先生が虹色の水を作る実験をします。でも、その前に足りないものがあるけど、わかるかな？僕のママが足りない。あー、ゴーグル？そうだね、バスター。ゴーグルだ。うわー、それなんです？あ、先生のランチだよ。虹色にならなかったな。では、休み時間の後に発表してもらうよ。みんなはうまくいくといいね。うわー、君のロケット最高にかっこいい！でしょ？君の火山だってなかなかすごそうだ。この液体をね、火山に注ぐと噴火するんだ。あ、おっと、ロケット飛んじゃった。バッテリーを積んでるから、ロケット追いかけよう。じゃあ私に任せて、見ててね。いくよ、スピーディースカート。イエーイ。バンディット、合図したらそっち側に乗って。いい？行くかな。行くよ。ごめん、行くよって言ったから。これまずいね。あ、バスター。急げ、加工を塞がなきゃ。太陽を取って。あ、危なかった。これはなんとも素晴らしい。一体誰の研究かな？みんなです。みんなでやりました。では片付けもみんなでやらないとね。先生はランチを食べよう。ついてるロケットは食べられないかな。ヤッホー、山って大好き。雪って最高だね。ガタガタするのも最高に楽しいよ。うわー、このジャンプ台すごいね。ねえ、飛ぼうよバスター。僕はやめておくね。転んだら大変。やろうよアッシュ、君はスーパー消防車だもん。何だってできるって。よし、みんな行こう。レッツゴー。スカウト、僕たち飛んでる。バスター、落ちちゃうよ。二人とも大丈夫？大丈夫じゃないかも。私もダメ。お家に帰りたい。大変だ。衝突のせいで充電が。ジェイダのところに行かなきゃ。まずは山を降りないと。アッシュ、手伝ってくれる？これを使おう。私は何だってできるよ。そうだろ、だってスーパー消防車だもん。あ、その調子続けて。すごいよアッシュ。
人とも思いっきり飛んじゃったのね。わあ、すっごく飛んじゃった。そう、多分世界一のジャンプだったんじゃないかな。それ冷たい、ごめんね。くすぐったい。二人ともよく頑張ったわね。だけど一番はアッシュね。バスターが言ったんだ、消防車は何だってできるよって。今日のヒーローね。その通りだよ。ありがとう、ジェイラ。いえ、こちらこそよ。じゃあ二人はお家でよく休んで元気になってね。スカウト次は着地も成功させよう。なんだって？僕は世界中で一番速いバスになってみせる。目的地は好きだ。僕の計算によるとね、この飛んでけロックスターロケットで超スピードが出る。少しだけ調整するね。もういいから早くしよう。位置について、よーい。ペンキ塗ろう、ペンキ塗ろう。うん、うん、ラブルさん、ごめん。うわうわ、うっそだろ、まずいよ、やだやだやだ。うわ、出られない。落ち着いて、マスター。キーカードがある場所知ってる。あー、多分。ねえ、開けてよ。もう大丈夫よ、キーカードを見つけたから。おー、ダメダメダメだ。あー、ほんとついてない。最悪最悪最悪。ねえ、返して。あー、もうどうしたらいいんだろう。落ち着け落ち着け落ち着け。落ち着こう、怖がってるよ。あんまり騒いじゃダメだよ。ほら、深呼吸して考えよう。僕たちが空を飛べないなら小鳥さんに降りてきてもらおう。あ、チュン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 。どうもありがとう、小鳥さん。バイバイ、またね。お前たち一体何をして遊んでいる？ダブルさん、スピード落として。うわあ、しまった、閉じ込められた。ここから出せ、早く早く早く。大丈夫よ、ラブルさん、私たちが出してあげる。だからもっと落ち着いて。じゃんじゃじゃじゃ。行くよ。ジップズームのレース場はこっちだ。気をつけて、スピーディースカウトが通るよ。待ってよ、バスター。うわうわ。ねえバスター、あれ何かな。地図に載ってない、新しいんだよ。面白そう。いろんな色で車を洗うんだ。やっほー。ねえ、これ見て。すごいすごいすごい、面白そうだね、スカウト。みんなでやってみよう。レッツゴーゴーゴー。ねえみんな待ってよ、レース場に行った方がいいんじゃないかな。大丈夫さ、アッシュ、後でちゃんと行くから。だってこれ絶対楽しいよ。この機械
それは良くないんじゃない？何言ってるのアッシュ、グズグズしてないで行くよ。わあ、ディグレー、どうやって早くするの？ちょっと見せて。これをして、こっち回して、ここもね、そして完了、ターボチャージ。またゴミか。おっとどうしよう、これ絶対に怒られちゃう。アッシュ、君って天才だね。え、どうして？君のホースを使って綺麗にしよう。さあみんな、レッツゴー。一体何事だ？さては、誰か機械に入っていたずらしているんだな。いやあ、ラブルさん、あ、元気ですか？ちょうどみんなでレース場に行くところです。ここはつまらないな。爆発なんてしてませんからね。あ、その帽子似合ってますね。なんだか様子がおかしいぞ。私にはわかるんだよ、このラブルを騙せると思ったら大間違い。いたずらしたのは分かってるぞ。ラブルさん、ダメ！絵を描いてるんだから気をつけて、バンディット。スカウトが鬼、みんな逃げろ。待て戻ってよ。捕まえられるかな。目が回っちゃった。まずいぞ。どうしよう。あなたがやったの？え、僕は何もしてないよ。バスター、僕本当にやってないんだ。バスター、来て。アッシュ、元気になる絵を描いたよ。見て、アッシュと恐竜がいるよ。アッシュ、元気ないな。どうした？僕の絵、バンディットがタイヤで踏んじゃったんです。僕じゃない、僕やってないよ。本当だって。それは本当かい、バンディット？自分がやったことを認めるのは大事なことだよ、たとえわざとじゃなくてもね。あの、アッシュの絵を踏んじゃったのは僕です。ごめんなさい、わざとじゃなくて、スピード出してたから見えなかった。バスター、なんで言わなかったの？怖くて言えなかったんだ。ごめんね、バンディット。君のせいにするつもりじゃなくて、ただ本当に怖くて。別にいいよ、許してあげる。君はとっても優しいね、バンディット。バスターも自分の間違いを認めるのは簡単じゃない。認めるのは勇気がいることなんだよ。よくやった。じゃあみんな集まって、どうすればアッシュの絵を元通りの綺麗な絵にできるかを考えようじゃないか。アッシュの番だ。オレンジ色塗って、黄色に緑、青、さあできたぞ。これ虹だね、タイヤの跡が隠れてる。